はい、こちらです。よし。デビキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、このライブ、何の曲？皆さん、ハロステとかってよく見ます？あ、もうめちゃくちゃ見ます。で、しかも最近、ライブ映像とか、特に今、シャッフルユニットとかでやってるんで。ありますね。こ一場面見ただけで、これ何の曲かって、今、当てにくい状況なんですよ。だから他のグループが違う曲を、その自分たちの、曲じゃないのを歌ってるっていう。そうそうそう、そういうことです。アンジュルムのメンバーがいるのにもかかわらず、ジュースジュースの曲を踊って歌ってたり。なるほどね。っていうのがあると。はいはい。今回その、ハロステからスクリーンショットしまして、このライブでは何の曲歌ってんのか。音なし。音なしです。写真1枚で。どうなんだろうな。まあ、ライブの、まあ、とりあえず分かりやすい一コマではあるんだけども、とりあえず今回はその、花鳥風月とか、そこら辺の多めに、まあ、何個か昔のも入れつつ、やっていきたいなと思っております。はい、それでは、It's Tasting Time。1問目は、こちらの曲です。これ分かるんですか、これ。これは分かると思います。比較的簡単だと思っております。これはストレート。1問目ですから、ね。これは、でもまあ、可愛いんだけど、どうしよう。ね。ハロステでさ、めっちゃ可愛いわ。ハロステでさ、これマジであの、スクリーンショット一部切り取っただけだよ。うん。バグだよな。バグバグ。マジでバグ。こんなことないよ。いや、これは、すっごい気がする。いや、めちゃくちゃ可愛い。このやっぱ、このさやちゃん、くっそ可愛いし。なんかみんながみんな可愛い。島倉さん、くっそ可愛いし。これ、平井さんまだね、これ、なんていうのかな。バブミジェントルのバブミが多いよね。バブミジェントル出ました。さあ、皆さんちょっと、この可愛い写真を置いといて、正解に行きましょう。せーの。二人ともゴーウエスト。正解です。さすがにな。まあ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 。ゴーウエスト。まあこんな感じです。ライブの一部。これはちょっと昔です。まだ鎖国じゃなくてなんです。緊急事態宣言。めちゃくちゃ前じゃん。めちゃくちゃ江戸ぐらい前ですけど。自粛が始まる前ですね。なるほど。2問目。これお答えください。これもまあわかるよ。曲でしょってこれ。曲です、曲です。これはないってわかるもん、さすがに。人は無理でしょ。まあ当てられると思いますが、人も。本当か膝でわかるよね。これだけなの。わかんねえだろ。この子膝でわかるよ。わかんねえよ。膝で人当て始めたらちょっと怖いぜ。もう本当に。いやー、多分合ってると思うけどな。ちなみにちなみに、その一番右側の子ってことでしょ、うん、膝書いとく多分誰も、ちなみにじゃあ一応書いとく。俺そうだと思ってんだけど。そのここ好きなんだよね、ここ。内科？内科っていうの。腰怖っ。行きましょう。せーの。ミステイク。ミステイク。一席で膝が膝栗かなみさんと一緒に膝栗かなみさん正解はミステイクで斉藤まどかちゃんでしたはい、はい、不正解はい余計なことしたあはい余計なことした残念関東だったんで罰です悔しい余計なことしたくっそ悔しいマジか、はい、確かにちょい斉藤まどかちゃんちょい不正かさあ3問目いきます3問目はこちらですこれはいやでもこれはちょっと簡単だわ抜き出しこれ簡単なんだ書き出しあの切り抜きのところがちょっと簡単すぎるいいねこれ早いのいいねこれ鬼簡単でしょ、まあ、唯一無二の振り付けのとこを切り取ってますからね基本的にはこんな早くいくと思わなかったなんだっけってなるかと思ったそれはちょっと涙割っちゃ困りますよいきますせーのダンシャイズム。ダンシャイズム。あきのぶ、字が違うあ、やばいこれ、キキちゃんと同じ間違いしてた。ダンシャイズムです。正解です。はい。二人ともダンシャイズムで正解です。これはね、だってね、ここでしょ。こうです。そうそうです。いいよね、ここなんか、ここ気持ちいいよな。ここさ、しかもめっちゃペンライト揃うよ。だって、このヘッ、あの、みんなこうやってできるからさ。そう。手の動きがね、気持ちいいんだよね。そうそうさあ、4問目いきます。暗さあ、当ててください。いや、でもこれわかるし。暗いのもヒントかもしれない。なんだっけ、これ。あ、いいね。それ待ってたの。やっべえ、これ忘れちゃった、俺。なんだっけ。いや、これは、これだろ。いや、俺わかんねえわ、これ。ちょっと漢字調べるか。マジウータン？あれ、ウータン？待って、ウータンをどこでウータンを見つけてんの、これ。
よくこれでウータン俺ウータンどれかわかんねえぞこれ。本当にウータンかわかんないしな、これが。俺見たと思うんだけどな。見てないよ、月は。違う違う、ハロステかなんかで。あ、そう、ハロステ見ててほしいのよね。いや、見た気がするんだけど、あれなんだっけ。しかもハロステでやるやつって、もう限られてるから。いや、なんかね、今週ね、いろいろあったのよ。今週とも限らないですからね。違う違う、そうじゃなくて、だからあの、なんていうのかな。もうあの、モリビオショックでさ、ショック記憶飛んでるのよ。いろいろとね。俺、昨日、おとといさ、モリビオ終わってから、そのまま帰る気になれなくて、ただぼーっと40分くらい新宿歩いてたの。マジで。いやでも、でもあのね、演劇はね、そういうやつだよな。次の演劇だね。人をそんなことにさせちゃうなんて。配信、まだ発売中です。これ出てるとき、これ出るのかわかんないけど。本当だよ。いきます。いいよ。せーの。どんでん返し、ババブーム。手書きたかった。いきます。正解は。どんでん返しです。はい。おしゃれ。やがて夜が。これはあれだ。あ、そうだそうだそうだ。波のところの。聞けばこれあの、入れ替わる瞬間お前捉えたな。あ、そうです。さては。さあ、5問目いきます。ドン。5人か。いや、これはもうわかるわ。これもわかるし。瞬殺かもしれません、ね。これは瞬殺ですね。本当に言ってる？うん。いや、もう瞬殺でしょ。なんか違う気がするんだけど。騙されてるよ、多分。はい。いきます。せーの。限りあるモーメント、私を作るのは私。オンリーワンか。正解は、私を作るのは私です。はい、グーなんよ。オンリーワン。グーなんよ、限りあるモーメント。しかもこれ全員アンジュルムですから、メンバー。限りあるモーメントはグーだから。お前カメラ外なんだから。踊ってました。さあ、続いて言います。こちらです。ドン。あー、まあまあ、あー、まあちょっとこれ一番むずいね、今んとこ。かわいい。何これ、もしかしてアキロムって美容歌この2社くっそかわいいんだけど、どうしよう。ね、かわいいよね。これさ、一番左の髪が荒ぶってるの誰これ。タカさんでしょ。タカさんこれはライオンみたいなってことな。これもやっぱホノピーがいついかない時もかわいいことがこの動画でわかるよ。やばい、これちょっとわからん。いや、俺もわからん。いや、これ西ちゃんの今ポーズ、うん、あの、応援団がこうやってやる瞬間だからね、これ。ここだから、ここ。ウィンドミルの途中だよ。それもヒントかもしれません。ヒントじゃねえだろ、絶対。そんな曲見ねえよ。ハロステですらないでしょ。いや、あの、アップフロントチャンネルね。アップフロントチャンネル、これ全部は見てない。いや、あれ全部、いや、見てるけどよ。いや、これわかんないね。わかんないか、うん、私これ瞬殺ですからね。ってことはお前踊ってるな。ほんと？それだったら変えないと。変えた、変えまーす。踊ってるかもしれないし、踊ろうとしてるのかもしれないし、踊ってないかもしれない。マジ？こっちで行くぜ。行きます。いや、ちょっと待って。行きます。せーの。ビタミン B、 こんなはずじゃなかった。正解はビタミン B です。そこで。はい、そこです。よし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 。ビタミン B ですね。応援団の下りも全然ヒントでしたよ。確かに。なんかヒントじゃねえよって言ってたけど、全然ヒントですよ。確かに。言われてみればそこだわ。さあ、ラストにでもしますか。そうですね。元気なビヨンズが見たいね。ラストは、こちらの曲です。うわぁ。振り付けとかじゃねえわ。あ、でも多分これわかるわ。うわぁ、これわかんねえなぁ。つばきと、まあ、こういう並びで歌ってる。つばきとモーニングね。これ無理だろ。いや、でもこんな体型ないよ。他。これはちょっとわかんないなぁ。これ並んでるだけだもん。今のとこ。いけた？うん、いいよ。いきます。せーの。低温やけどと、ハイニジュー夜空の観覧車。正解は。君だけじゃないさ、フレンズです。わかんねえよ、それは。それ難しいな。一人ずつ歌ってるんですね。君だけじゃないさ、フレンズ。それはわかんない。確かに歌ってた。で、モーニングと、確かに歌ってたわ。の面で歌ってるんです。それは歌ってた。ですよね。それは無理だ。低音やけどはもうちょっと踊ります。アニジュももうちょっと踊ります。いや、最初からセリフんとこかなと思って、セリフんとこ一人ずつ回してるから。アコースティックバージョンの君だけじゃない。確かに、これ佐藤さんいるっていうところでも見抜かないとダメだったのか。そうなんですよ。最後難かったね。
ということで今回は全何問かやってきて。何問か正解した。何問か正解したと。あ、切り抜きだから、簡単にできるクイズとしてね。だからさ、あれできる、選べるで、難易度は。友達とかってさ、動画見てて、プッて止めて、うん、これ何の曲みたいな。そう。これだから、問題作る側も全然苦労しないし、解く側もちょっと面白いっていう、コスパのいいクイズでした。ということでね、今回は終わりだと思います。それでは、バイチュン。